2000年末までに輸入される予定の100台がすでに完売というポルシェ 911GT3。 996初のスポーツモデルだけに期待は高まる。そのストリートバージョンを伊豆修善寺のワインディングで土屋圭一が試す。ポルシェでドリフトするのはリスクが高いからと言いながら乗り込んだ土屋。しかし走り出してみると、自分の手足のように自由自在に GT3 をコントロール。信じられないスピードでコーナーを駆け抜けていった。この本当の接地感がちゃんとあるね。攻めがいのある車だね。ものすごくコントロールの幅がある。グローブをはめさせる車ってのは少ないですよ。